まあ、多分もう FGO だけ、これだけで100ぐらい取ってるな。よし、わかります。いや、うん、ダブリは嫌。な、うん、2箱目のやつやからね。いや、もうダブらんやろ。あー、多いかな。おっと、お、お、あ、あー、ブー、あれ、俺昨日何やったっけ。まあ、なんかプリーストかなんかって言ったんかな。マジでここに来てヒロイン X、 どんだけお前ガンダム X に喋らそうでしょ。どんだけ俺話せないかんねん。マジで。ね、何やったっけ、なんか、謎のヒロイン X、秘密カリバーね。もうなんか見飽きたな。嬉しいような、嬉しくないような。またガンダム X について話する。で、この前なんかな、G ファルコンなんか、乗っとるやつ、覚醒ついとるわって言ったら、あれ、よう考えたらあれやってな、G ビットでなんか戦った的なニュータイプのやつなんやな。あいつが理解させようってんやな。思い出そう。あいつなんか覚醒使えるんやったかな。覚醒使って、サテライトキャノンをちょっとイメージがある。結構ガンダム X はなんかディバイダーのハーモニカ砲ついてる方が好きや。なんであんなサテライトキャノンとかあんな使い勝手悪そうな。それこそドラゴンボールと同じで、お前収束砲だけでガンダム終わるやん言われたら終わるけど。あーでもあれか、月からエネルギーもらえおるから、あ、別に構わんのか。俺も謎のヒロイン X で自家発電してサタライトキャノン持たないかも。ちょっと待ってな、これブルマやな。体操服にジャージか。そっか、ごめん。俺も、太もも前にサテライト今日も来たの。もうガンダム X の話でいいな。ドラゴンボール行きます。